うん、塩、塩らしく、うん、土佐、高知ですね。飛んだ。あれあれ、これは、自然派生協さんのモーちゃんです。モーちゃん低脂肪、はい、ではもうちょっと結構多めがね、低脂肪もねたくさん入れてたら意味ない。はい、ではちょっと待って、数枚出てくるあるわけですね。あ、甘い甘い。うん、いい香り。めっちゃいい香りや。ああ、なんだろう、なんかね、こんな感じです。ね、ちょっと蓋しとくよ。お、蓋。蓋できねえ。おいしそう。おい、こんな感じかな。ちょっとね。うん。いただきます。うん。軽いっす。おいしい。なんだこのふわっとね。めっちゃいい香りやし。バターキャラメル、まあ、程よい、まあ、塩って書いてあるね。あの、程よい塩加減というか。うん。うん。軽い。うん。軽いでございます。ナッツのね、香ばしさと、うん。ナッツもね、軽い。軽いですよ。うん。軽いですよ。うん。美味しい。これはね、コーヒー合うと思うね。うん。間違いない、うまっ、やばい。うまいね。このラスクはね軽いし、これ食べやすいね。なんでこんな、柔らかいっていうか、あの、サクサクと軽いんだろう、これ。ね、すごい。ラスクってあの、結構ガシッとしてて、噛めねえみたいなやつもあるじゃないですか。生地の目のあれもある。やんなことないか。うん。食パン。あと、ケーキ屋さんのだったら、ケーキだったりね、生地が。これ、とにかく軽くて食べやすいんですよ。うん。めっちゃ美味しいしね。うん。
うまっ。今日は雨だね、うん、今日は雨です。お茶さぶり、うん、うん、うん、じゃあ今日も美味しかったです、美味しかったです。じゃあ見てくれてありがとうございました。またね。